Thank you.
ございます。眠そうです。岡崎さん、授業中寝てしまいそうです。私も眠いです。はい、昨夜いろいろ考えていて、あまり眠れなかったんです。演劇部の活動を生徒会に認めてもらう方法です。署名を集めるとかどうですか？たくさん集まれば生徒会の方もきっと考えてくれると思います。同じ生徒です。きっと分かってくれると思います。甘かったです。もう貼らないでおきたいです。なんだかかわいそうです。団子大家族です。剥がされては貼っての繰り返しでは、まるで団子たちが道具みたいです。だから、もうやめにしましょう。やっぱりビラを貼り続けるしかないんでしょうか。それがイタチごっこでも。わかりました。岡崎さん、持ってないんですか？あれってマスターだったんですか？貼ってしまいました。まだ貼ってなかった掲示板があったものですから。思い出しました。あの時は夢中で貼ってしまいました。たくさんの人に見てもらえるようにって。はい、そうなってしまいます。わかりました。頑張ります。頑張ってたくさん書きます。団子です。大家族ですから、たくさんいるんです。助け合いな。
んです。団子はそんなことしません。団子大家族にはいないんです。それは時には喧嘩もしますけど、結局は仲良しなんです。置いておいてじゃなく仲良しなんです。だから好きなんです。団子大家族はみんなが仲良しだから。そうなんです。そんなにいません。すぎです。恥ずかしいです。はい、さっきから呼んでたんだけど、お邪魔みたいだね。ありがとうございます。無論イケてるパンの食い放題券獲得のためさ。学食のパンには僕も飽きたからね。僕スノハラって言うんだ。よろしく。よろしくお願いします。そのよろしくってことは、篠原さん演劇部に入ってくれるということでしょうか。いや、全然興味ない。楽しいです、みんなで劇をするのって。そんなことよりさ、聞きたいことがあるんだけど。君の家って自営業だろ。何やってんだっけ。はい、私の家ですか。パン屋です。よし、それがどうかしましたか。いや、なんでもないよ。それより、それ助かっただろ。はい、とても助かりました。生徒会の人間が剥がして回ってたからさ、1枚だけ先に取っておいた。そうなんですか、ありがとうございます。岡崎さん、やっぱりこれはもう貼りたくないです。ずっと大切にしまっておきたいです。さんと二人で一生懸命作ったものですから。それはどうしましょう。ん？何の話かな。困ってるんなら相談に乗るよ。岡崎さん、それはお友達に失礼だと思います。そうだ、失礼だぞ。ほら、こんな失礼なやつもう相手にしないでさ、
僕に話してみな。いえ、岡崎さんは口は悪いですけど、とても優しいです。今までもたくさん力になってもらいました。ですから、そんな勝手なこともできないですし、したくないです。うまくやってんな。こりゃ食べ放題になるわけだ。食べ放題？うん、こっちの話。とにかくさ、僕も力になる。だから話を聞かせてよ。いえ、力になっていただくなんて、それは申し訳ないです。でも話はしたいと思います。この子たちも助けてもらったことですし、岡崎さん、いいですよね。なるほどね。そんなの簡単じゃん。ん？何かいい方法がありますか？うん、生徒会長だかなんだか知らないけどさ、そいつを締める。締めると言いますと？ギャフンと言わせるってことかな。え、どうやってですか？校舎裏に呼び出してさ、こう複数で囲んで、ダメです。え、ダメなの？生徒会の方々は何も悪いことしてないです。していたとしてもです。暴力はダメです。じゃあ話し合い？僕の苦手な分野だね。話を聞いてもらえただけでも良かったです。ありがとうございました。ま、あとは二人に任せるけどさ、僕も一緒にいるよ。何かあった時は力になるからさ。岡崎さん、それはお友達に失礼です。そうだ、失礼だぞ。で、なんで仲間に入れるって選択肢がないんすか？頭が燃えてる！何にやけてんの、お前。ほら、これからどうするんだよ。昼休み終わっちまうぜ。岡崎さん、どうしましょう。お前何年ここの生徒やってんだよ。わかりました。ではフーコがあなたたちの弁護人として生徒会と戦いましょう。異議あり。なんとなくですが異議あり。直感です。異議あり。言ってみたかっただけです。
義あり。風子はちゃんと大人の料金で電車に乗ってます。相談してみますか。岡崎さんのクラスの担任ですか。私もどちらでもいいです。美術の担任をされている篠原先生です。あの人なんか鉄仮面みたいな顔してて怖いよね。はい、あまり表情を変える先生ではないです。うちの担任の方がいいんじゃない。頼りないけど人は悪くないよ。どなたでしょうか。なんか動物の名前が入ってた気がすんだけど。クマとかゾウかもしれんぞ。なことねえよ。ゾウモトとかゾウダとかゾウ印とかあんだろ。名字だよ。ああ、ゾウ印だな。今思い出したよ。聞き覚えあるもん。間違いないね。私、知らない先生です。まあそんな悪いやつじゃないからさ、話してみようぜ。最近絞られたばかりだから当分は何もないってことじゃん。なんだお前たち、職員室にいようか。ああ、僕たち用があったんだ、象印先生に。誰がだ、乾だ。え、なんなんだ、どうせろくな。珍しいな、女の子連れか。君、こいつらに騙されてないか。大丈夫か。人聞き悪いこと言うなよ。恩を着せてるだけだよ。大丈夫です。お二人には手伝ってもらってるんです。ん、どういうことだい。そりゃ難儀だな。部として認めてもらうには、まずは顧問をつけること。これが第一条件だ。顧問、先生ですね。そうですね、探してみます。それだけじゃダメなんだな。あんなよ、もったいぶるなよ、象印。乾だ。しかもお前今、教師の名前を呼び捨てにしたな。気
気のせいっすよ。どうだかな。それだけじゃダメと言いますと？ああ、もう一つ条件がある。入部希望者が3名以上いること。まあその点に関しては大丈夫みたいだな。まだ時間があるから、今から演劇部の元顧問探してみるかい？聞けばすぐ見つかると思うよ。ちょっと待ってください。どうした？その入部希望者の数が足らないの？そっか、こいつらが演劇をやるわけないか。それだと難しいな。そもそも演劇部は部員が集まらなくなって廃部になったんだからね。やっぱりそうですか。おっと、そろそろ戻らないと。悪いね、また相談事があったら言っておいで。はいけないみたいです。できますか？本当にそのまま部員にされないのならいいけどさ。大丈夫です、約束します。はい。でも先生に嘘つくってことですよね。よくないことです。新しい入部希望者って誰ですか？やっぱりそうですよね。でも、もし新しい入部希望者が見つかっても、お二人には演劇部でいてほしいです。心からそう思います。きっと、楽しいですから。バカか、この子は。ああ、古文の小村先生よ、知ってるでしょ？
は生活指導室かしら。わかりました、行ってみます。にしても衝撃的な組み合わせね。何がでしょうか。あなたのようなおとなしそうな子と問題児二人が連れ添ってるなんて。大丈夫？大丈夫です、お友達ですから。私も問題児ですから。え？ありがとうございます。僕が職員室なんて入るのは決まってお咎めを受ける時だからね。連中の面見ただろ、今度は何事だって顔してたぜ。たまには普通のようで来るってえの。どこへ？そうです、生活指導室です。そんなところ入っていきたくないんだけど。ラッキー、ナイスタイミングだよ、ボジ。何かの？古川渚と言います。もう一度演劇部のその顧問を引き受けてもらえませんか。ほう、ほう、ほう。続いておけばいいんだよ、ジジイ。篠原さん、ダメです。ん？ちゃんと誠意を持ってお願いしないとダメです。あるよ、誠意は。やり方が乱暴なだけなんだ。気づいてるならちゃんとしてください。お前誰のためにさ。お願いします。ちっ、先生どうでしょうか。演劇部の顧問引き受けてもらえるでしょうか。うん、ありがとうございます。いや、うん、どっちだよ。2年生のね、仁科さんってことね。話をしてくれないですかな。誰だよ、そいつ。わかりました、行ってみましょう。確か B だったような、あるいは C だったような。どっちだよ。多分 C だ。うん、間違いない。ありがとうございます、またお伺いします。次までに早口の練習しとけよ。
かなかったね。